ブノワ・ドレムリ・ナスは、フランス共和国ジロンド県、ロルモン出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。元フランス代表。レイユニオンにルーツを持つ。1994年から FC ジロンダンボールドのユースチームに所属し、2007年にトップチームに昇格した。8月15日、ルマン UC 戦でデビューを果たした。2013年7月10日。 FC ディナムキエフへの移籍が合意。2014年1月31日、AS サンテティエンヌへ、レンタル移籍した。2014年8月22日、リバプール FC に移籍したアルベルトモレノの、後釜として、セビージャ FC への移籍が合意した。加入後は2年間で44試合に出場したが、2016年5月の UEFA ヨーロッパリーグのタイ FC。 シャフタールドネツク戦で左膝半月板を損傷、当初は全治4週間程度と見られていたが、翌2016から2017シーズンを全休するほどの重傷であった。この負傷により2016から2017シーズン終了後に契約満了により、セビージャを退団。以降は無所属となり、復帰を目指して2年半で3回も膝の手術を受けたが、 一向に感知せず、2019年2月15日に現役引退。2010年8月5日、ローラン・ブラン監督の下で8月11日のノルウェーとの親善試合に向けて、フランス代表初招集を受けた。その時は出場を果たせなかったものの、それから2年後のイタリアとの親善試合に向けて、リディエデシャン監督に呼ばれ、89分に武蔵底に代わり出場した。 ボルド DF トレムリナスのディナモ KF フ遺跡が合意ゴール2013年7月11日セビージャトレムリナス獲得が基本合意ゴール2014年8月23日元フランス代表 DF トレムリナスが33歳で現役引退長ワールドサッカー2019年2月16日ありがとうございます